エスパ初来日ライブ開催。韓国の4人組ガールズグループエスパの初来日ライブイベントが行われました。全4公演4万人に座席を巡り、90万通超えの応募が殺到する人気ぶり。日本人メンバーもいるエスパは一昨年11月にデビュー。デビュー曲ブラックマンバのミュージックビデオは K-POP グループのデビュー曲の中で史上最短で YouTube1 億回再生を突破した記録を持ち、先月リリースしたアルバムガールズはアメリカビルボードアルバムチャートで初登場3位を記録。今年4月に行われたアメリカのコーチェラフェスには K-POP のガールズグループとして初めてメインステージに公式招待され、先月は国連で未来世代を代表するグローバルスピーカーとしてスピーチしたんです。世界中が大注目するエスパの初来日ライブにファンも大興奮となりました。このエスパなんですけれども、アメリカの経済誌フォーブスが発表した30歳未満の世代を代表する30人に K-POP アーティストとして唯一選ばれるなど、本当に Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray, all I need are some better days.